ターゲットフィールドは、ミネソタ州ミネアポリスにある野球場で、ミネソタツインズのホーム球場である。MLB ツインズは2009年まで本拠地に、ヒューバート H ハンフリーメトロドームを使用していた。しかしこの老朽化に伴い、ツインズは新スタジアムを発表した。命名権はターゲットが取得、位置は NBA などで使用されているターゲットセンターの近く。建設は、 ミネアポリスのモーテンセンコンストラクションが担当した。スタジアムは天然芝の屋外球場である。これにより MLB39 弾の本拠地球場で人工芝を使用する球場はトロントのロジャースセンターとセントピータースバーグのトロピカーナフィールドのみとなった。2010年4月12日、ボストンレッドソックス戦で初の公式戦開催。ジェイソン・クベルが 球場第1号本塁打を打ち、5から2で勝利。カール・パバーノが最初の勝利投手となった。球場外観とその周辺球場は、ミネアポリスのダウンタウン中心部から少し西側に、離れた場所にあり、繁華街からは気軽に歩いていくことができる。球場の外壁は、少し黄色かかった深みのある石灰岩、カスタストーンが使用されているが、これはミネソタの各地で見ることができる。 馴染み深いものである。さらに、球場の屋根はミネソタの大自然に浮かぶ雲をイメージするなど、ミネソタの自然、地域性を最大限尊重すべく配慮されている。また敷地の関係上、球場の下を鉄道が通るため、鉄道駅としての機能も与えられている。ありがとうございます。